セブンアイホールディングス、伊東洋華堂赤ちゃん本舗赤ちゃん本舗旭川店、株式会社赤ちゃん本舗は、大阪市中央区に本社を置く乳幼児向けマタニティ、チャイルドベビー用品のチェーン店を運営するセブンアイグループの企業。野号の表記は、赤チアン本舗である。障害者雇用促進法は、民間企業に常用労働者の1.8%以上、国、 地方公共団体に2.1%以上の障害者の雇用を義務付けている。大阪府では障害者の雇用率を高めるために2000年と2001年に大阪府障害者雇用促進協会に事業を委託民間企業の障害者雇用の経験者が障害者雇用推進アドバイザーとして雇用率未達成企業に働きかけをしていた。赤ちゃん本舗は2001年に障害者の 法定雇用率1.8%を超え、2002年の法定雇用率は2.19%となり、日本障害者雇用促進協会発行、働く広場2003年4月号の職場ルーポで紹介されている。赤ちゃん本舗は仕事と家庭の両立支援に取り組んでいる。産前、産後休業として、産前の休暇は6週間、産後の休暇は8週間である。 育児休業は最大子供が1歳になるまで休むことができ、やむを得ない理由がある場合は3歳まで期間を延長することができる。育児短時間勤務制度では、子供が小学校に入学する前から小学校1年生、1学期終了まで最大2時間の短縮勤務ができる。育児休業を取得せずにすぐに復帰した場合は、 子供が満1歳になるまで最大3時間の短縮勤務をすることができる。介護休業制度では取得可能な期間が1年。介護短時間勤務制度でも取得可能な期間は1年となっている。退職者再雇用制度では退職時に所定の退職届で意思確認を行い、一定の基準をクリアしていて5年以内に人員の空きがあれば、 優先的に再度雇用を行っている。2006年3月現在の女性従業員の平均年齢は28.1歳、平均勤続年数は5.7年である。女性比率は従業員の過半数を占める50.6%で、女性の管理職比率は0.8%となっている。1966年9月に経済界の有志によって設立された、 非営利の任意団体中小企業研究センターが行う表彰事業で全国を7地区に分け中堅中小企業の中からその地区において経営合理化技術開発等に優れた企業として赤ちゃん本舗は第3回中小企業研究センター賞の地区表彰を受賞しているその後中小企業研究センターは1978年3月に 通称産業大臣の許可を得て、社団法人となる。赤ちゃん本舗が受賞した中小企業、研究センター小畜表彰は、平成18年度より、表彰種別の名称を、グッドカンパニー対象優秀企業賞に変更されている。2002年4月に施行された大阪府、男女友同さんが推進条例第11条の、規定を具体化する、男女生き生き。 大阪元気宣言事業者検証制度において赤ちゃん本舗は男女が生き生きと働くことができる取り組みを行っている企業として第一期の登録事業者となり2003年10月14日大田夫妻大阪府知事より登録賞が交付されている大阪府が2004年に発行したパンフレット教材能力活力アップ シリーズ第1弾の事例紹介ページで赤ちゃん本舗の取り組みが掲載されている。ヤフーショッピングにおいて2008年上半期ベストストア特別賞として魅力的な企画を実施しているストアに贈られる注目のストア賞を受賞している。子育て家庭を応援するという趣旨に賛同した法人並びに店舗が割引などの特典を提供するパパママ応援ショップ制度において 子育てを応援するムーブメントをさらに広げるため、制度の普及、拡大に貢献のあった共産点として、赤ちゃん本舗は2009年1月25日、上田政治埼玉県知事よりパパママ応援ショップ賞を受賞している。赤ちゃん本舗は、災害時の円滑な生活支援物資供給などに協力するため2006年7月14日に、新潟県長岡市と、 災害時支援協定を締結している。赤ちゃん本舗が自治体と協定を結ぶのは初めてとなる。災害時には協定に基づき粉ミルクや離乳食など食料や乳幼児用の紙おむつを提供する。赤ちゃん本舗は新潟県中越地震で粉ミルクや紙おむつを無償提供した経緯もあり、地域社会に貢献する企業の精神から協定に至ったと説明している。 赤ちゃん本舗は2003年2月に経営改善を目指す神戸阪急からテナント誘致され、2003年3月から子供向けの医療や玩具などを扱う4階フロアの約半分にあたる約1500平方メートルに出展していた。当時神戸阪急は1992年の開店からすでに10年が経っていて、神戸ハーバーランド自体の集客力が弱まっている。 上に消費不況も加わって低迷していた。神戸阪急の杉岡俊一社長は2002年秋に開業以来の大型改装を行うとの方針を示していた。集客力のある赤ちゃん本舗を呼び込むことで相乗効果を図る狙いであったとされている。赤ちゃん本舗にとって初めての百貨店内への出店となった。しかし、神戸阪急の閉店に伴い、 赤ちゃん本舗神戸阪急店も2012年3月11日をもって閉店。日本経済新聞デジタルメディアが運営する日経ネット IT プラスの記事によるとコニカミノルタフォートイメージングと赤ちゃん本舗は2005年2月1日赤ちゃん本舗が赤ちゃん本舗の店舗内にバーボースタジオを設けコニカミノルタフォートイメージングは撮影と商品発注のシステムザ デジタル写真館を提供。受注した写真のプリントは、子会社のコニカミノルタフォートソリューションズが受け持つという写真スタジオ事業で提携すると発表した。2005年2月10日に赤ちゃん本舗特典、2005年2月18日には赤ちゃん本舗大阪本店にスタジオを開設するとしている。赤ちゃん本舗はベネッセコーポレーションが2005年3月10日に 発行した定型クレジットカード、ベネッセカードの定型企業となっている。ベネッセカード会員だけに用意されている専用用紙赤ちゃん本舗新規メンバー登録申込書を赤ちゃん本舗店舗内の受付カウンターに提出すると、その場で赤ちゃん本舗メンバーカードが発行される。購入額に応じて付与されるベネッセカードポイントが2倍となる。すでに赤ちゃん本舗の会員の方は、 対象外としている。2006年2月10日赤ちゃん本舗は産業再生機構の支援下で経営再建中だった大英から競争力が弱い医療品分野を委託され医療品の売り場に外部専門店として出店契約を結んでいる。大英は直営部分を縮小する代わりに賃料収入を伸ばし営業外収益を増やすことと自社が運営する。 食品部門との相乗効果を狙うとしていた。赤ちゃん本舗は松下電気産業と共同で子育て時のライフスタイル提案をテーマにした子育て生活もっとハッピー化計画キャンペーンを2006年6月15日から2006年8月14日まで行っている。松下電気産業の ナショナルアプライアンスマーケティング本部の説明では、ナショナル食器洗い乾燥機の新製品発売に合わせていった新・子育て家電のプロモーション活動の一環としている。日本繊維新聞2006年10月2日号によると、赤ちゃん本舗は、船井総合研究所と提携、指導を受けながら出展、既存店リニューアルを図り、今後のモデル店舗の確立を目指すとしている。 赤ちゃん本舗は2007年4月25日から JCB のクレジット機能付きポイントカード赤ちゃん本舗 JCB カードリンダ・ミーヤを導入している。毎月16日25日26日の本舗デーに支払いで利用すると通常の3倍のポイントが付与される。赤ちゃん本舗のメンバーズカード特典に加えリーナ、会員特典が付く。 JCB ポイントを600ポイント貯めると赤ちゃん本舗ギフトカードを3000円分に交換できる。年会費は無料。データ事業が初年度は無料。2年目以降は105円。月が必要となる。2007年6月16日赤ちゃん本舗、広北東急店内にキッズフォートバンダイスタジオをオープンしている。重剣戦隊激レンジャー、イエス、プリキュア後、 ウルトラマンメビウス、タマゴッチ等のキャラクター衣装を着て撮影し、オリジナルの背景と合成するサービスを開始している。キャラクターは随時追加、更新されている。2009年2月20日からは、サムライ戦隊シンケンジャー、仮面ライダーディケード、フレッシュプリキュアが登場している。キャラクターなりきり、ムービー撮影では、モニターの指示に従いながら、 練習を含めた約10分間の撮影を行い、オリジナルストーリーの映像を背景にヒーローに奮して大活躍し、字幕スーパーに自分の名前を入れて DVD に収録される。第1弾のキャラクターは、重剣戦隊劇レンジャー。2008年4月22日からは、エンジン戦隊ゴーンジャーのムービー撮影をスタートしている。赤ちゃん本舗は、顧客へのサービス拡充や、 各店舗の売り上げアップにポイント制度の活性化が不可欠と判断し、豊富なカード発行で実績とノウハウを有する三菱 UFJ ニコスと提携するに至る。ベビー用開発となる提携ゴールドカード赤ちゃん本舗ゴールドカードの発行で合意2007年6月22日から会員募集を開始している。赤ちゃん本舗ゴールドカードで支払った場合は赤ちゃん本舗ポイントを 通常の4倍付与、本ポテーには6倍のポイントを付与している。カード仕様は DC カードとビザカードの共通カード方式。年会費は初年度1500円、2年目以降3000円。静岡市は産業の振興を図るため、静岡市清水産業、情報プラザ内に創業者育成室を準備している。創業者育成室は企業しようとしている個人や、 異分野を目指す社内ベンチャーが利用できる赤ちゃん本舗は育児に関連した商品開発の事業を立ち上げる企業家、創業者の育成に協力。2008年9月26日9月27日に静岡市清水産業情報プラザ多目的ホールにおいて創業者、育成室を利用の企業家3社が育児に関連したグッズを紹介するイベント。 清水育児フェアが開催された。赤ちゃん本舗は、卸売業者からスタートして、会員制ディスカウントストアを展開していたが、1990年代に、大規模小売店舗法の適用を受け、小売業に転換している。転換当時は乳幼児向けマタニティチャイルドベビー用品、チェーンストアとして、ヤングファミリー層に絞り込んだ展開で、有料企業として成長したが、 その後の少子化に伴う市場規模の減少や競合業態との競争により急速に業績は悪化した。年々、売上高が減少1223億円、1204億円、1130億円、1122億円、1078億円、1032億円、964億円、899億円、845億円、する厳しい経営状態にあった。 経営再建を目指す赤ちゃん本舗は2006年夏頃から取引銀行の仲介によってタカラトミーとの提携交渉をスタートさせ2006年12月25日にはタカラトミーと新規オリジナル商品やコンテンツの共同開発、マーケティングの共同推進、共同イベントなどを行うとともにタカラトミーに対して優先株50万株を割り当てる業務 資本提携が発表された。しかしその後、米投資ファンド TPG がタカラトミーの第二株主になるなど、条件面での折り合いをつけることができないまま、提携交渉の期限としていた2007年3月末を迎えることになる。2007年4月17日に、タカラトミーは30億円の投資額に比べて効果が小さいと判断したことから、 金額や時期など、基本合意内容の詳細を見直すと発表している。タカラトミーは、小学出資も視野に入れ、資本提携を続けたい意向であったが、赤ちゃん本舗は、新たな資本提携、業務提携先として、セブンアイホールディングス、双日の両社それぞれと交渉を進めていた。赤ちゃん本舗とセブンアイホールディングスは、2007年から赤ちゃん本舗、 ベビーマタニティを伊藤洋華堂に開業していることなど協力的な関係にあったこともあり2007年6月12日にセブンアイホールディングス主会社の伊藤洋華堂との提携の基本合意を締結することになる2007年7月31日に伊藤洋華堂が株式会社赤ちゃん本舗経営研究所が保有する株式を取得し赤ちゃん本舗を子会社化した 2007年8月10日に赤ちゃん本舗は伊藤洋華堂より代表取締役会長を含む取締役3人の派遣を受け入れている。赤ちゃん本舗は学生の若い感性、今までの商品企画の枠にとらわれない発想を取り入れたいとの意向から2007年春季より学校法人上田学園、上田安子副職専門学校と共同して私が来たい。 マタニティウェアというテーマで、マタニティウェアスリングの制作に取り組んでいる。学生のテーマ設定は楽しく、マタニティライフを過ごすために、ON、オフどちらにも着回しの効くマタニティウェアを提案。ターゲットは、アニコン、イコールプリクラ世代。少し気になり始めた体型もカバーしつつ、それまで着ていたテイストに近いアイテムを、マタニティウェアで提案する。2007年6月5日、 マタニティウェアとスリングの実物審査が行われた。学生の作品は2007年6月22日から6月23日まで海岸通りギャラリーコスにて開催された上田学園コレクションプレタポルテ2007に展示された。赤ちゃん本舗は共産企業として公開審査と公表会に参加していて展示された学生の作品を商品化や店頭での 展示を検討するとしていた。赤ちゃん本舗は、上田康子服飾専門学校とのコラボレーションにより、制作された、マタニティウェアとスリングの作品を、2007年8月17日から8月23日まで、東京都の赤ちゃん本舗特典、2007年8月26日から8月31日まで、滋賀県の赤ちゃん本舗草津店にて展示した。 2007年10月27日、第15回ファッションデザイン研究会において、植田康子、服飾専門学校ファッションクリエイター学科の山田博之学科長が赤ちゃん本舗のショップで販売することを最終目標に、あげ、赤ちゃん本舗との産学共同プログラムを報告している。学生の作品アイデアの中で、内側が空柄のスリングは、お客様へのウェブ、 携帯電話アンケートでも非常に好評で包み込むような優しいママの気持ちを表現しているアイデアであることから赤ちゃん本舗が商品化を決定した。学生、学校と話し合いながら企画を進めることになる。スリングの安全性を失わないために当初学生が考えていたアイデアを全て活かすことはできなかったものの安全性にもデザイン性にも妥協しない。 新しい発想を取り入れたスリングが完成する。スリングキャリーネクスト、空ガラプリントバージョンという商品名で2008年3月25日に発売が実現した。価格は6800円である。赤ちゃん本舗は一部の店舗でインターンシップを実施して、学生に就労体験の機会を与えている。これまでに札幌国際大学、次の副職大学、 埼玉女子短期大学、小北短期大学、同志社女子大学、流通科学大学、福岡大学の学生を受け入れている。赤ちゃんボンホは1996年6月にドメイン名を登録した。1996年8月にインターネット上にホームページ、丸ごと子供の街を開設した。子供向けのゲームや漫画のコーナー、出産、育児に関する情報。 離乳食レシピなどを提供している。毎月1日16日に更新していた。1996年10月にはホームページで店舗や育児の情報発信をするとともにベビー用品や子供用品の通信販売を開始。1999年春ホームページに掲載している商品を拡充。1999年のウェブサイトを通じた 売上高は1998年比70%増となっている。当時のホームページには300点前後の商品が掲載されていて、ベビーカー、チャイルドシート、ベビー家具、おむつなど持ち帰りが困難な商品が売れ筋となっていた。2001年11月16日の千0件新聞、無店舗販売、スポットで、 赤ちゃんボンホの通信販売取扱い額は11億円程度。そのうち半分がインターネット販売。売上高は2000年に比べると2倍強。と、当時の小原博副社長が語っている。2006年2月14日には赤ちゃんボンホに寄せられたアイデアや要望を紹介するアイデア365ブログ、同じく裏技を紹介する発見。私の裏技。 赤ちゃん本舗の商品の開発秘話や新商品の案内などを紹介する赤ちゃん新聞の3つのブログをスタートさせている。アイデア365ブログの記事は2007年11月20日が最終となり2007年12月13日から3つのブログを1つにした赤ちゃん本舗がお届けする幸せブログが新たにスタートしている。赤ちゃん本舗は 2007年2月15日に、楽天市場2008年6月11日に、ヤフーショッピング2008年8月18日に、日本郵政グループがネット上に開設した中国向けのインターネットショッピングモール、ジャパネイビとサイバーモールに相次いで出店している。2008年12月16日には自社の通販サイトを一新してリニューアルセールを行い、 2008年9月11日には赤ちゃんボンホのチラシをインターネットで見ながら掲載商品を通販で買うことのできるネットチラシを開始。2009年2月10日にはモバイルショッピングサイトを開設している。2012年7月12日にはセブンアイホールディングス参加のセブンネットショッピングに参加する。 形で新たなネット通販サービスを開始。2014年5月28日には、育児雑貨、衛生用品、食品を中心とした330アイテムを対象に、注文した商品を、同じく参加のコンビニエンスストアであるセブンイレブンで、留め置き後に、受け取りが可能な、店頭受け取りサービスを開始し、2015年に1月9日からは、店頭受け取り対象店舗を、セブン アイホールディングスのストアブランド内に出店する赤ちゃん本舗に拡大し、同時にセブンネットショッピングで注文した商品も同サービスで受け取ることができるようになった。2015年11月1日にセブンアイホールディングスの総合 EC サイトオムニセブンの開設に伴ってネット通販のリニューアルを行った。このリニューアルにより店頭を受け取り対象店舗が セブンイレブンや赤ちゃん本舗の一部店舗に加え、イトーヨーカドー、西部、ソゴロフト、デニーズ、ヨークベニマル、ヨークマート、ザガーデン自由が丘でも可能となった。また、以前からのネット通販会員のユーザーは、オムニセブンへの会員以降の手続きを行うことで、赤ちゃん本舗ネット通販を含む、オムニセブン内のすべてのショップの利用が可能となる。2000年に、 赤ちゃん本舗は、ファックスを併用した電子データ交換を導入して、1500社になる取引先を連結し、受発注、在庫管理、納期回答、出荷、納品、決済などをシステム化することで、不良在庫の発生を防止している。EDI のデータ処理業務は1999年10月にアウトソーシングセンターを開設した、情報処理サービス会社の桜。 kcs にすべてアウトソーシングしている。EDI システムは2000年のゴールデンウィーク明けから関西の7店舗で何十万アイテムに及ぶ全商品による試験運用が行われ全国の店舗に拡大している。赤ちゃん本舗は各店舗での仕入れを基本としキャンペーン商品やシーズン商品などは本部で仕入れる形態となっている。コンピュータ間ファイル転送 ホームページアクセス、ファックス送信の3種類の方法で送られる情報は、桜 KCS の EDI ハブセンターに集約されて、データ変換や加工後に、桜 KCS から取引先に送られる仕組みとなっている。2005年12月15日から2006年1月19日の間に電話で受け付けた通信販売の受注データのうち、電話注文時に在庫がなかった。 受注履歴データの一部を運用委託先ベンダーの担当エンジニアが誤って消してしまっている。赤ちゃん本舗はデータが消去された経緯、ミスを犯した担当エンジニアのスキルレベルや勤怠運用ベンダーの経営方針に至るまで徹底的な調査に乗り出すことになる。調査の結果、単なるミスで事故が起きたのではなく、担当エンジニアのスキルレベルやベンダーの意識の低さが、 原因でトラブルを引き起こしたことが判明している。担当エンジニアの勝手な判断によって、毎日自動実行するバックアップ処理のジョブを止めた後、設定を元に戻さず、この事故が起きるまで1ヶ月以上の期間期がつかなかったのである。赤ちゃん本部はこの期間に約500件の電話注文を受けている。消去した受注履歴データの一部はバックアップを取ってあったり、 紙に記録していたので復旧できたが、最終的には10件前後のデータが消失して、しまっている。在庫がなかった受注データについては、システムに登録して在庫が入り次第、顧客に電話連絡をするか、注文した品物を発送して対応していた。完全に消失した10件のデータについては、利用者の連絡先も発注した商品もわからないまま、 連絡が取れない受注が残ってしまったため、過去に通信販売を利用した電話注文の履歴がある全ての顧客約1万5000人に詫び状を郵送している。2006年時点で赤ちゃん本舗のギフト商品に関する受注業務は年間180万件あったが、各店舗における申し込み用紙のデータ入力や宅配便の伝票作成などは手作業で行われていたため、 多大な作業負荷とコストを要してしまい、出荷スピードなどにも影響していた。このような状態では、中元や聖母の繁忙期に店舗での顧客サービスに専念できないなど課題があり、店舗にギフト窓口さえあれば受注に対応できる仕組みを富士通 FIP にアウトソーシングすることになった。ギフト申し込み用紙のデータ入力は、 富士通 FIP の大阪センターで OCR に読み込ませることでデータ化している。この受注データを宅配便の伝票作成、伝票印刷の仕入れ、放送作業までを連携し効率化している。富士通 FIP 株式会社西日本創始者アウトソーシングサービス統括部では赤ちゃん本舗がギフトの受注業務をアウトソーシングすることで年間約3億5千万円の 削減になると試算していた。赤ちゃん本舗は、キッズ用 T シャツのイラストデザイン制作を2004年の夏物から、タマエンタープライズに依頼していて、タマエンタープライズが管理、運営を行う、タマソという若手デザイナーイラストレーター集団から、ピックアップしたメンバーで構成する、74、0というチームが、イラストデザイン提供を行っている。2006年4月1日から、 全国の赤ちゃん本舗でオリジナル限定 T シャツコレクションを開催してコラボレーション T シャツを販売することになった。2006年5月26日からはコラボレーションによるタンクトップキャミソールを販売している。赤ちゃん本舗は2007年ウォルトディズニージャパン株式会社ディズニーコンシューマープロダクツとのライセンス契約の合意により 赤ちゃん本舗オリジナルデザインモチーフのベビープーの商品を開発、販売。ディズニープリンセス、トイストーリー、スティッチ、ディズニーピクサー作品、カーズに至るディズニーキャラクターを活用した商品を提供している。2007年秋物から赤ちゃん本舗オリジナルのベビープーのキャラクターデザインを使用した新装商品、新生児医療商品、ベビー医療商品、 フットウェア商品を販売開始している。その他、ベビー家具、玩具などについても、赤ちゃん本舗オリジナルのベビープーシリーズをはじめ、様々なディズニーキャラクターを活用した商品を開発している。ベビープーには、日本一大きいとされるクマのプーさんのぬいぐるみが存在する。座った状態でも高さが約160センチメートルある。 2009年1月31日、2月1日、赤ちゃん本舗ララポート横浜店。2009年2月4日、赤ちゃん本舗泉店。2009年2月8日、赤ちゃん本舗浜松宮竹店。2009年2月11日、赤ちゃん本舗西宮北口店にて登場している。クレジットカードの取り扱いをしていなかった赤ちゃん本舗はデビットカードが本格展開される。 第2フェーズサービス開始の2000年3月6日から、いち早く J デベットサービスを導入してお客様の利便性向上を図っている。当初のデビットカードの売上比率は3%台であったが、2003年1月頃には6%以上となり、関東では13%に達する店舗もあった。2005年11月現在のデビットカードの売上比率は7%以上。 レジのポス端末すべてに J でベッド機能を搭載を済ませている。2007年1月からクレジットカードが使えるようになり、2007年4月25日に赤ちゃん本舗 JCB カードリンダミーや2007年6月22日に赤ちゃん本舗ゴールドカードを発行するに至る。2009年4月1日現在、赤ちゃん本舗で利用できる支払い方法はキャッシュ、銀行、 郵便局のキャッシュカード、赤ちゃん本舗専用の商品券、セブン愛嬌通商品券、クレジットカードのみである。北海道地域では、日鮮連 S コート、NC カードが利用できる。2021年5月現在、全国に120店舗を展開している。なお、同時点現在、岩手県、秋田県、山形県、福島県、三重県、奈良県、鳥取県、 徳島県、高知県、長崎県、宮崎県には店舗がない。沖縄県へは前日の通りフランチャイズ契約先の三営により出店している。赤ちゃん本舗は、現在の本社ビルで営業していたビューティー本舗、大阪本店を2007年8月3日で閉店、立野南本町ビルのテナントとして出店していた、赤ちゃん本舗大阪本店を2007年9月2日を、 もって閉店し、店舗をビューティー本舗大阪本店が入っていた本社ビルに移転して赤ちゃん本舗大阪本町店として2007年9月7日からリニューアルオープンしている。赤ちゃん本舗は一部の店舗に7個の現金チャージ、残高確認ができるセブン銀行 ATM を設置している。ありがとうございます。